とりあえず今日でまず1勝1勝しましたね。多分参加チームの中で一番何でしょう、初めて組むし、チームとしての履歴は浅いというかもう初ですけど、未知ですね、その未知の力で今日、そして一番キャリアの若い大谷ジョージが松田圭蔵からスリーカウント取れました。これがね、まぐれと言われてしまったらおしまいですので、次の8月16日決勝は必ず俺ら3人でですね、決勝優勝して6人タッグのベルト必ず負けます。今日は岩本君もありがとうございました。岩本君一言。わあ、なんかもう未知のチームで楽しみしかなかったですし、今日大谷君がこうやって大きな大きな1勝上げてくれたんで、まあめちゃくちゃ頼もしいチームになってるんじゃないかなと思います。まあ、大輔さんももちろんのことね、大谷君が今日僕らのチームの中でね、一番若いのにね、勝ちを取ったということは、これは大きな実力実績になってくると思うので、あと残り一つね、トンパチマシンガンズでした。ああ、あいつらもね、悪いやつですよね。あいつらも関係ないよ、もういいも悪いも関係ないよ。まああとはね、やるだけっすよ。最後一言。それやめてください。もういやいや、もう最後お前が取った、バチッと決意を。突発マシンガンズ勝ってるからな、ベルト巻きましょう。オッケーオッケー、はい、ベルト巻こう。ベルト巻きます。オッケー、はい、お前も頑張れだもんね。はい、頑張ります。1ヶ月でまた強くなろう。ああ、なりますよ。オッケー、ありがとうございます。期待してみてください。はい、ありがとうございます。俺らが取りますよ。ありがとうございます。